も世界の横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。横澤です。ヒロキです。ソタです。メイクセンス。というわけでですね、本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。何ですか？なんだ何ですか？急に呼び出して。またやったな、なんか。やってません。何もやってません。何もやってないですよ、皆さん。まずはね、先週、世界の横澤に勝ったら1000万円という動画が多分ね、この動画の1週間前に公開されてると思うんですけども、チャンネル史上最大の試みとなりました。本当に皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。もうたくさんの方に感謝です、本当に。ぜひまだ見てない方はね、見ていただきたいんですけども。じゃないよな。やめてください。勝つんじゃないよ、負けんじゃないよ。まだ先週見てない人もいっぱいいると思うんで、ぜひ見てください。で、僕はあの動画をね、見て、横澤チャンネルの集大成って感じを過ごしたんですよ。視聴者の方もいっぱい集まっていただいて、観客もいっぱい入って、俺らが今できる一番でかいことやったなっていう意味で言うと、やりきった感じなんですよね。いや、満足。満足しました。横澤チャンネル。いや、違います。横澤チャンネルはまだ満足してない。満足してない。前回ラスベガスの最後の動画で、横澤チャンネルは長い長い第1章を終えて、これから第2章に向かって進んでいきますっていうことを宣言させていただいて、この集大成になる動画が先週上がったので、この動画をもってして、まあ、第2章に突入したいなというふうに思っているわけです。新規一点、ここからチャンネルを始めるぐらいのつもりで、まあ、新しい動画をいっぱい撮っていけたらなと思っておりまして、第1章の締めと第2章のスタートということで、この動画を今回撮っております。横澤チャンネルなんともう4年近くやってるんですよ。本格的に YouTuber として活動し始めたのが、韓国の動画からなんだよね。2019年の1月だったんだけど、あれが。その韓国横澤がめっちゃ勝ったの、トマメで。それで結構動画を出したら、すごい再生回数が、未だに結構再生していただいてまして。そっから YouTube を本格スタートして、まあ、ソータが入って、まあ、今になるみたいな、第一章を振り返って、どういう印象があったかなみたいな。もうめちゃくちゃ、消えましたね、そんなことないよ。それ、最後の方の印象が強すぎるのよ。やっぱ人の記憶はさ、最初と最後でしか残らないから。確かにね。横澤チャンネルってインプレすごくないですか？なんか。確かに。最初10万から始まって、トナメも10万、20万だったのに、最後の方も300万とか出てたからね。第1章、はい、結局勝ってたんですか？いい質問しますね、ソータ君。鋭っ。じゃあ皆さん一緒に考えましょう。勝てたかな？どう思いますか、ソータ君。何で頭抱えんのよ。ちなみに、今まで全動画でちゃんと勝ち負けの収支報告してるんで、足して、引いてしてもらったら出ます、この数字のちゃんと。横澤には申し訳ないですけど、はい。負けてそう。いくら、いくら負け？いくら負けだろ。ちょい負けぐらい。ちょい負けぐらい。ちょいってどれぐらい？200。ちょいなの？ちょいではないんだけどね。横澤さんってのちょい。ヒロキ君どうする？負けてると思う。なんでよ。二人して。さあ、コメント欄でめっちゃ言われてるから、それは。100万ぐらい100万負けぐらい。最後に、まくられたみたいな。最後にマイナスに転じた。いつだっけ、最後に勝ったの。動画見返したら分かるんじゃない。今年マジでクソ負けてます。去年のラスベガスもキャッシュは勝ったけど、トナメ負けたんじゃない。あの1日にさ、1000万勝った人があったじゃん。あの辺が多分ピークで、そっからもうずっと、もうだから1年になっちゃうんだ。もうこのままいくと負けまくり人生を歩んでるんですよ。ところがどっこい。トータル収支はね、勝ってるんですよ、皆さん、実は。3年半、ちょっとトータルからいっちゃいますね。トーナメントからいきたいと思います。3年半で、874時間39分プレイしてます。まあでもコロナの期間が結構1年ぐらいあったから、あー確かに。まあ自立上2年ぐらいなんだけど、収支がマイナス153,189ドル。負け取るやんけ。箱負けっす。いくら日本円で今。今のレートで言ったら大変なことよ。2121万円だって。やば。マイナス24,235円。だから4時間プレイしたら10万円なくなる計算で。153トーナメントプレイしたらしいです。153トーナメントプレイして29インまで。インまで率は意外と18%ぐらい。高いの負けて安いので勝手が多いので、結構ね。でキャッシュゲームがプレイ時間がね、1192時間16分プラス314,072ドル。やばめちゃくちゃ頑張ります。やばそうなんです。まあ時給263ドルということで、時給3万6000円だってやばっ。いや遅っ。普通に上振れてますね、本当に。実はだから3年半のトータルのポーカーの収支でいうと、実はプラス16,883ドル。全然勝ってたもん。いかにさ、負けの印象の方がさ強いかっていうさ、まああとは経費とかもここからかかってるから、すごい勝っててもなかなかやっぱそれを続けるのはやっぱ難しい。で負けちゃう時もあるわけじゃん。勝って負けて勝って負けてで鳴らすとトータル勝ってる。だからやっぱお金ない時期とある時期ですごい差が出ちゃうから、それでやっぱりね、プロポーカープレイヤーを続けることの難しさ、すごい名言があるからね。プロになるのは簡単だけど続けるのは難しい。
でも一応ね、横澤チャンネル3年半やってきて、まあ、勝ってはいるということで。負ける回数が多いんだ。いや、そうだね。負けた動画の数の方が多いから、みんな負けてるって思ってた。確かに。だから、ね、1000万勝って、300万負けて、400万負けてみたいな。また1000万勝って、300万負けて、400万負けてみたいな感じで。でも逆に言えば、その1000万勝ちがなくなったらやばいってことだから。そのあたりチャンネルなんですよ、このチャンネルは。第一章は分かったんだけど、生涯年収まで行くとどうなの？計算をちゃんとしてないんで、参考値になっちゃうんですけど、いいですか？ちょっとずれてるかもしれないですけど、おおむねこれぐらいって数字があります。僕、2013年の12月13日に開催された WPT チェジュっていう大会があって、それが僕の21歳の誕生日の3日後のトーナメントだったんですよ。そして WPT 優勝したのが一発目だったんです。それがプラス10万ドルだったんで。56数と思ってるやつ。そう、56数とか言って持ってるやつ。メガネのもじゃもじゃのやつ。そうそうそう。優勝して、この時はかなりポーカーをめっちゃした。年間2000時間ぐらい。やば。隣がトントンぐらいで、キャッシュが1200万とか買って、すごい。そうそう。2年目、まあ、ちょっと疲れてきて、まあ、600万ぐらい負けて、キャッシュが結構1400万ぐらい買って、まあ、トータルプラス900万ぐらいで、で、3年目懲りて、この前ほとんどやらないで、キャッシュゲームだけやり続けてたんだけど、プラス1000万とか、まあ、それぐらい買って、4年目ぐらいからモチベーションが下がっちゃって、2年で合わせて、1600時間とかしかやってないから、今と同じぐらいの水準まで下がって、これは2年間でプラス500万とかしか買ってない。ここまでの収支全部合わせると、ざっくりだけど、キャッシュ5000時間ぐらいやってるのかな。時給がざっくり100ドル。だから、50万ドル。5年でキャッシュゲームが買ってる。ということは、生涯年収は66万883ドル買ってますね。今のレートで9148万円。ぐらい買ってて、実際にはさ、ドルと円をさ、結構こまめに両替してるから、もうちょっと低いかな。でも、トナメのトータル成績はマイナスだね、生涯で多分。多分っていうか 100% だね、ちょっと今カッコつけて、カッコつけて多分とか言ってなんかちょっとぼかしたけど。っていうのが、横澤のプロ生活での収支ですね。なるほどね。どうなんですか、そのキャリアの年数的にその収支はいい方なんですか？いや、めちゃくちゃ悪いでしょうね。プレイ時間が短すぎるんですよ、やっぱり。ポーカーって本当に続けるなら辛いゲーム。だからその1年目2年目はさ、2000時間とか1800時間とか余裕でプレイできてたんだけど、やっぱ徐々に減ってくんだよ、絶対。だから毎年2000時間を3年間続けれるやつはマジですごいと思う。ジェフェニーノとかも全然ポーカーしてないじゃん、今も。そうなんですか。ベガスでだってさ、合わなかったじゃん、今回。ベラージュにも全然いなかったじゃん。まあいつもやる気なくなっちゃってんの。僕は彼女ができたから。そうなの、そういう。いや、マジそういうことよ。自由に時間使えるし、そんなにやんなくても、それこそ年間、まあ、800万とか900万ぐらいやったら、稼げちゃうって言うと変かもしれないけど、稼ぐことはできなくはない職業じゃない。だから、9年とかやってるわけなんだけど、毎年2000時間プレイするのは不可能だと思うね。 YouTube 始めてからも言うて2200時間とかしかプレイしてないわけじゃない。コロナの1年半引いたとしても2年間ぐらいか、1年1000時間ぐらいしかやってないってことだから、普通の会社で言ったら6、7ヶ月ぐらいかな、大体。ポーカーしてね、40% ですよ。ポーカープロって時給かける稼働時間っていう、そう、稼働時間側が足りないってことでしょ。そうなのよ、時給と稼働時間両方高いっていう人もやっぱ中にはいて、この人たちはもういわゆる世界トップって言われてるような人たちはみんなこれ、まあ、稼働時間はね、課題ですね、非常に。第2章のテーマは、時給をキープしたまま稼働時間を増やすっていうのが目標になってます、僕の中で。ポーカープロの横澤を見たいっていうのがチャレンジしたいな。そう、それはね、僕もそう思ってて、ちょっとストイックにプロとしての矜持を見せるみたいなことは絶対にやります。始まります。日本のね、ポーカーの仕事とかの手伝ってもらったけど、それは俺に任せて海外で飛び回ってバリバリポーカープロやってきてほしいなと思うから、まあ、今後は横澤の稼ぎたいベースでちょっとチャンネルは運営されていくので、まあ、そこはちょっとご容赦いただければ。めっちゃ参考になるチャンネルになってるでしょ。ああ、でもそういうことだね。プロムーブというか、今までは結構そのさ、ガチムーブの逆を言ってたというかさ、おもろムーブでなんかそういう100万円持ってアメリカを横断するとかさ、たまにやるか。たまにはやりましょう。結局やっぱね、第一章やってておもろかったのよ。だからそこはもうヒロキに企画とか任せる。いいですか、そんな感じで。やりましょう。やった。計画があるんですよ、実は。第二章の。まず、また低いレートに戻って、その資金をね、増やすってことやらなきゃいけないなと思ってて、ちょっとしばらくはトーナメント封印しようと思ってるんですよ。お金ないんですよ、本当に。ガチ。少しずつこう、レート上げていく。なんですけど、僕のお金、皆さんご存知のように、まだキプロスになって、実は、9月の半ばぐらいまで回収できないんだって。まだ感じたんですよ。でも、日本にいてもお金ないから、どうすんの？どうしようね。
キプロスにお金預けてるというか、預けてるっていうポジティブすぎる。その中から実はメイン代とかをヒロキに戦えてもらっちゃったんだよね、前回ラスベガスで。400万あるけど200万は俺に返さなきゃいけないから、そう200万しかないんで、そうヒロキに借金が200万あるよ。いくらあればお子さんのプロギャンブラー生活はスタートできるの？でも200万あれば全然2-5だったら余裕で打てるかな。200万はえ、じゃあそのキプロスにあるのがヒロキさんの貯金になる。じゃあ俺がキプロスに預けてることなんだ。ちょっとあの横沢のため、横沢チャンネルのため、まあ動画止まんのもあれだしね、貸すけど本当に最後だから、まあそれはもちろんそれは用意しますんで、やった。でもめちゃくちゃ増やしていってほしい。もちろん、まあ、俺はもうあの連絡取らないから。え、だから前言ってた時期は日本で、横沢は世界で、おお本気でやる時期を頑張ってみたいな。横沢チャンネル第2章開幕ということで、じゃあもうすぐ行くんだよ。もう飛行機取ります、この後この撮影終わり次第ポッポッポッピンつって、僕はもう本当にこの200万円なくなったらもうプロポッカープレーン引退します、ガチで。マジでガチで引退します。もうキャッシュゲームしかやんないし、低いエイドしか打たないから、負けたら引退って言ってもいいぐらい自信あります、さすがに。マジで勝ちに行く、マジで勝ちに行くから。来年の WSOP がまあ一つのだからあれかな、区切りかな、そこまでいくら稼げるかっていうのが。なるほど、来年のメインまでは10ヶ月はい、というわけで、はい、始まります。レッツギャンボー。我々はですね、今からヨーロッパを1ヶ月旅しようかなと思って。どうも、ハッピーじゃないですかね。やばいなぁ。僕ら最高。負けたか。どっちなんだ。頼む。